シス755ロースブリッジチップシリコンインテグレーテッドシステムズは台湾の半導体メーカー。主に p c a t 互換機向けチップセットの開発、製造をしていた。2011年現在、出社のウェブサイトで掲載されているプロダクトラインナップは組み込み向け半導体のみとなっており、PC 向け半導体からは事実上の撤退をしている。 シス 760GX 統合チップセット低価格製品を主力にしており、2000年代初頭まではメーカー製 PC のエントリーモデルなどに採用されていた。かつてはシス645シス650シス651のように安価かつ安定性の高い製品が多いこと、インテルのライセンスがクリアだったことで一定の評価を得ていた。また、ノースブリッジとサウスブリッジを ワンチップとした製品も多く、これらは転送速度や帯域面、またモバイルや小スペース PC で重視されるフットプリントの縮小に有利であった。グラフィックスチップを自社開発していたため、早い段階からグラフィックス統合チップセットも数多く存在する。マイクロソフトのゲーム機 x b o x 3 6にも同社のチップセットは採用された。 2000年代後半以降、インテル AMD の両者が CPU とチップセットを包含したプラットフォーム戦略を加速させたこと、Windows Vista の登場で、チップセット内蔵グラフィック機能への性能要求が跳ね上がったなどの市場の変化に追従できず、急激にシェアを失った。わずかに、特に低価格なネットトップ用チップセットとして採用されていたが、チップセット機能が CPU に取り込まれていくにつれ需要もなくなり、2011年91には市場シェアが0.0%となって事実上消滅した。互換プラットフォーム用連起された型番は、ノースブリッジ、サウスブリッジを、イグップはグラフィックス統合チップセットを表す。ソケット7インテルプラットフォーム用、スロット1、ソケット370、ソケット478、 LGA775、AMD プラットフォーム用スロット A、ソケット、A ソケット 754, ソケット940、ソケット939、ソケット,ト AM22006 年から DRAM モジュール事業にも参入している。これは d r a m ウェハを外部から購入し、パッケージングとガーバーへの実装のみをシスが行っており、主に OEM 用途で販売されている。 ゼイバー 400GPU 主にローエンドからミドルレンジをターゲットとしたグラフィックチップも自社で設計、製造していた。グラフィックコアを自社で開発していたことが早くからグラフィック統合チップセットを手掛けることを可能にしていた。ゼイバーを最後に単体グラフィックチップ市場からは撤退した。100ベース TX に対応したネットワークコントローラシス900を製造。 販売していた。国内ではメルコ社製ネットワークカードライトグレー PCI TXC に採用され販売された。ライズテクノロジーから買収した MP6 コアをベースとして組み込み用途の X86 互換プロセッサシス 55X を提供していた。いずれもすでに終了している。ありがとうございます。